はい、授業始めますよ。今日はここ富岡町の一押しの制度を起きろ起きてください。もう授業始まってます。すいません。いや、ですね、私昨日の夜富岡町の一押し制度調べてきちゃったんですよ。何を調べてるの夜に。いや、これがまたねすごいいいんですよ。定住化促進対策、住宅助成金でしょ、あと、出産記念手当に、あと子育て世帯奨励金、あと何より良かったのが教育費が無料ってとこですよ。調べないでください。いや、ちょっと真面目すぎちゃってすいません。嫌いです、そういう子は。先生はなんか夜な夜な SNS とかゲームとかやって遅くなっちゃいました、眠くなっちゃいましたっていう子が好きなんです。そういう難しいの調べてる子は嫌いです。いや、てか先生が今やばいって思ったんでしょ。思ってません。思ってない。今やばいって思ったから。思ってません。先生頑張ります。めぐりめぐる富岡町。はい、それでは気を取り直していきますよ。はい、ここ富岡町に移住を検討している方必見、一押しの制度をご紹介していきますよ。イエーイ。はい、まずはじめにドーン。今回はこの3つ。おお、どれも魅力的ですね。でしょ、はい、ドーン。富岡町はゼロからの町づくりに取り組んでいます。多くの方々に暮らしたい場所、チャレンジする場所として選んでもらえるような制度を用意しているんです。おお、なんかいいですね。みんなで作り上げていくって、他じゃ経験できない移住しないと味わえないことですよね。先生、カンペ通りなんですこれ。言うなはい、注文。突然ですが、はい、あかりちゃんに問題です。富岡町に移住することを決めました。住宅助成金、最大で受けられる金額は次のうちどれ。A 100万円、 B 200万円、C 300万円。あー、これは正解は C。 定住化促進対策、住宅助成金といって富岡町への定住促進を図って地域を活性化させていくことが目的で。ちょっと待って、ちょっと、富岡町に住もうとする人が家を建てたり買ったりリフォームしたりするための費用の一部を町が助成してくれます。助成額は最大なんと300万円。お、先生ですか。あ、言いたかったんですね。先生ですか。あ、譲ります。はい、はい、新しい土地で住むところを準備しようとするとかなりお金がかかりますよね。こういった制度が活用できるのはいいですよね。それに条件が合えば福島県の制度も合わせて使用することもできるので、詳しくは富岡町の担当さんに相談してみてね。でしゃばり。あ、でしゃばり。すみません。いや、でも先生もでしゃばった。でしゃばってました。300万円、でしゃばってました。でしゃばってたね。すみません。やめてください。すみません。めぐりめぐる富岡町。では次、2つ目の一押し制度は出産子育てについて。やっぱり近い将来家庭を築いて、出産して、子育てをしたいという夢がね、先生にもあるんですよ。あ、あるんですね。あるんですよ。先生にあるんですね。はい、あかりちゃんもあるでしょ。あー、そうですね。はい、ダーン。まただ。また富岡町ではお子さんが生まれた方で条件を満たす方に出産記念手当を支給させていただいております。手当は2人目までのお子さんに対し一律5万円、3人目以降のお子さんに対し一律20万円を支給しています。中学3年生までの子どもがいる世帯には定住に関する奨励金として1世帯30万円、子育て奨励金として中学3年生までの子ども1人につき年間18万円を支給させていただいております。いや、充実したね、手当や奨励金を受けられて、いや、出産も子育ても安心ですね。また、幸せな生活を築いていけますね。ねえ、そういうの言いたいの、先生は。そういうの言いたかったの。すいません、ちょっと取っちゃって。すいません。怒る。めぐりめぐる富岡町。それでは、気を取り直して、3つ目の一押し制度。はい。住まいに、出産に子育て、そしてなんと、教育費無償化なんですよ。具体的には、はい、どーん。タ
ぶせてこないで、かぶせてくるな。富岡町の学校では生徒が一律で使用するものが無償化の対象になるんだって、うん、例えば授業で使う学習ドリルとか、うんうん、リコーダーとかが対象になるらしいですよ。特に注目してほしいのは給食費と被服費の部分。うん、給食費を測らないってなんかすごいね。うん、しかも令和4年度から学校の敷地内に給食調理場ができるらしくって、毎日ね、出来たてのあったかい美味しい給食が食べられるそうですよ。嬉しい。え、でも待って、被服費ってよくわかんない。ああ、確かに学校に行くと制服とか運動着とかみんな同じものを着てるじゃないですか、うんうん、だからそれも無償化の対象になるらしいですよ。詳しくは富岡町の担当さんに相談してみてね。最後は私が締めます。はい、どうでしたか、かりちゃん。いや、勉強になりましたね。うん、富岡町の制度には本当に魅力がいっぱい詰まってるよね。うん、こういった制度があると将来設計がしやすいし、充実した生活を送れそうだよね。うん、確かに。今日紹介した制度以外にもたくさんのサポートがあるから、まずは富岡町の担当さんにお気軽に相談してみてくださいね。ああ、富岡町で暮らしたくなっちゃいますね。暮らしちゃおうか。ああ、先生が暮らしちゃおう。ああ、暮らしちゃいますか。ああ、多くの方々に住んでみたいと思ってもらえるような町を目指しているので、今後はとても楽しみですね。はい、皆さんもぜひ実際に富岡町に足を運んで、この町の良さを味わってみてください。皆さんのお越しをお待ちしています。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。待って、勝手に閉めるな。私が閉めたかったの。ナペ先生、ごめんなさい。